要は手裏剣を打つ時の足の形について考えて遊んでみたいなと思います。手裏剣を打つ時に左足が前に出るか右足が前に出るか、それぞれメリットそれからデメリットがあると思います。そういったことも考えながら遊んでみたいと思います。右手で手裏剣を打つ場合ですけれども、左足が出て打つ人と右足が出て打つ人、それぞれいると思います。それぞれに、メリットデメリット、いわゆる言い分があります。一つ一つ見ていきましょう。まず左足が出る場合、この場合のメリット、これは何よりも人間が本能的に一番力が入る、これが最大のメリットだと思います。デメリット、これはですね、今私は左足を出して手裏剣を打ちましたが、野球投げはしていません。つまり野球のピッチャーのようなモーションで投げてはいけないと言われています。手裏剣を打つ場合は野球のピッチャーのモーションを使ってはいけないという方が多いです。なぜかというと、いわゆる体がねじれてしまう、ひねったりうねったりした、こういう動きを嫌うというのがまず一つ、あとは体がねじれてしまったり手首を過剰に使いすぎてしまう結果、手裏剣自体が安定しなくなってしまうというのが、デメリットじゃないのかなと思います。ただ私はこの野球投げでこのデメリットを考えていって、これを一つ一つ排除すれば非常に強い打剣ができるフォームなんじゃないかなとも思っています。ただそれはまた今日の話とは別の話です。左足が前に出る時のデメリットとしては、体がねじれやすい、その結果として手裏剣が安定しなくなると思ってください。右足が出る場合、この場合のメリットとしては、まず今のようにねじる動作というのが出なくなります。まっすぐ出るだけになりますので、このまま出るだけですから非常にまっすぐなんです。なので手裏剣自身安定しやすくなります。デメリット、この場合なんですけれども、やはり左足を前にした時に比べると若干力が入りにくくなります。もちろんこの重さを使うとか、以前何度もお話をした移動する力を使う、そういったものを使えば力を込められます。ただしそれは左足も同様、そうした中で考えていったときに、どっちが力が入るのか、これはもう考えるまでもないです。もし右投げで右足を前にして投げた方が力が出てしまったら、それこそプロ野球選手なんかはみんなこっちで投げてしまうことになる。でも実際を見ると左足を出している方がほとんど 100%、 つまり同じ人間が同じ力で投げる場合、こっちの方は力が入るということになります。ただし先ほどもお話をしたように、このメリットの一つとして安定する、
重い手裏剣を使うときには意外とこっちの方がいいのかもしれません。手裏剣の重さ、それに任せて打ちたいときには体はあとは威力は重さが出してくれますから、そうすると体は安定する筋道を作ってあげるだけで手裏剣が安定していってくれるという考え方もあります。それと右足を前に出すメリットもう一つあります。これはですね、どちらかというと、古流手裏剣大会であったり、ああいう大会のルールをちょっと思い出していただきたいんですけれども、あの大会のルールの場合、距離が決まっています。そしてその距離に前足が入っていること、これが大会のルールになってます。つまりここにラインがあるとします。このラインを前足が踏み出してはいけない、ここまでギリギリまで足を出していい、そういったルールで競う場合、左足を出して打ちます。今手の動く範囲はこれぐらいでした。これが右手で投げる場合ですけれども、右足を前に出してみます。左足を引きます。これだけ伸びるんです。体が半身になっている分伸びます。半身分ですけれどもね、数十センチ違ってきます。手裏剣を打ってる方、2剣、2剣半、3剣、それぞれの距離の違いは90センチです。その90センチに非常に大きな差を感じる方が多いと思います。つまり手裏剣において数十センチのアドバンテージっていうのはとても大きいものです。ですので、ああいった大会の場合、足の位置が、ラインの位置が決まっていた場合、右足を前にすることでかなり距離を稼ぐことができます。これだけでも伸びるんですよね。なので、ああいった大会、もしかしたらこれは大会限定になるかもしれませんが、非常に大きなメリットの一つだと私は考えています。このように左足が前か右足が前か、これはですね、それぞれにやはりメリットとデメリットがあります。ですので、一概に左足が前だからダメだとか、右足が前だからダメだだけで終わってしまうと、ちょっともったいないと思います。そこから一歩踏み込んで、なぜダメなのか、ダメな理由が分かったとしたら、じゃあそれをもし改善したらどうなるんだろうかと、そういうふうにして、手裏剣をやっていくと、より面白くなるし、そうやって自分に合う打法を探してみるというのも手裏剣の楽しみの一つだと思います。もちろん伝統的なことっていうのを否定してるわけではないです。私はああいう作業も大好きです。伝統を守るっていうのは本当に自分で余計なことはせず、教えられたことをそのまま守る、それにやっぱり一番の価値があると思ってます。ですので、こう伝統ある流派のやっていることを今否定しているわけではないんです。逆に教えられたことをそのまま守らなければいけない、
これはものすごく大変な作業だと思います。どうしても自分の癖とかそういったものは出てきてしまいます。それをいかに消すか、自分の癖をいかになくして、例えば宗家なり先輩方の言ったことを守って、それを自分のものにしなくて、自分のものにしていいのかな、もうそれが分からなくなるぐらいに、その伝統を守るっていうのはすごく大変な作業ですし、とても大事な作業だと思ってます。ただまあそういった流派の方もいれば、そうでない方もいる。自由に手裏剣を楽しんでいい方は、今みたいに楽しみ方いろいろありますから、自分にこう合ったフォームであったりとか、そういったものを探していくっていうのも楽しい作業なんじゃないかなと私は思います。ちなみに話しながらちょっと大きく振りかぶりましたが、まあ大体同じようなところに、ちょっと触れましたけれども、野球投げのようなフォーム、要は大きいフォームですよね。個人的にはこういったことも悪くないと思ってます。非常に強いですし、あとは何よりも大きい筋肉を使って投げるので、実はこれ結構安定します。大きく振りかぶるフォームのデメリットなんですけど、これは以前お話もしたように、何よりモーションが大きすぎる。どんなに速くても相手には何かを分かってしまう。それぐらいモーションが大きいというのが、まあ、デメリットの一つ。だからこういった左足を前にした野球投げはやっていけないと言われるのかもしれません。というわけで、左足が前に出るか右足が前に出るか、それぞれのメリット、それからデメリット、こういったものを考えて遊んでみました。まあ、途中で何度かお話もしてますけれども、どちらが正解とか、これが一番いいなんてことはないと思います。逆にそれが分かってしまったら、もうみんなそのフォームになってしまいますので、やっぱりそれぞれの体に合ったフォームっていうのもあると思いますので、これが一番だとは言えないと思います。ただ自分に合ったものっていうのは確実にありますし、そういったものを探していくっていうのも楽しさの一つじゃないかなと思っています。というわけで、こんな形でまた何か見てみたいもの、それからやってみてほしいものありましたら、コメント欄に気軽に書き込んでください。できる限りの対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今日の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。